さあ始まりました。2015年入社の平松修造です。2018年入社篠原光です。はい、前回はですね、こうアナウンス力を競いましたが、今回のお題はこちらです。実況力ということなんですね。実況されてるスポーツはおいくつあるんでした？私は今野球とサッカーとボクシングとあとオートバイと駅伝5種目やっております。半端じゃないですね。対する篠原くんどうですか？私はいろいろやってますよ。お、いろいろやってる。ボクシング。お、以上です。それだけかい。以上でございます。丁寧に種まいて。以上でございます。丁寧に回収したね今。はあ、不安な戦いですね。そんなボケてる余裕があるということでいいんですかね。スタッフさんが用意してくださいました、はい、日本テレビのライブラリーが誇る、はい、過去の映像ですね。なるほど。何個か用意してくださいだって言ったんですけど、何の映像が来るか全くわからない。ただ、はい、まあ、いわゆる普通の映像でもプロのアナウンサーが実況を入れれば何でも面白くなるんじゃないか。それは本当に感じていました。やばい、ハードル上げすぎたかもしれない。そういうわけでもないかもしれない。こっち見ないでください。判定ってこれ難しい、ね、難しいですね。我々だけではなかなか決めかねる部分が、うん、カメラの向こう側にですね3人ちょうどいるんですよ。あー、ちょうど奇数。奇数ですから。ちょうど奇数ですね。どちらが面白かったかっていうのを判断していただこう。なるほど。はい、今回はやっぱり実況経験私の方がありますので、はい、私がもう先輩の威厳を見せる意味でも先に行きます。はい、先に。怖い。でも心の準備ができるわけじゃないですか。そうですか。そっか。お言葉に甘えてよろしくお願いします。先行、まあ見てなさい。はい、じゃあこの動画を見て。本当に何もわからない。わからない、うん、実況します。はい、参ります。はい、スタート。あ、カウントダウン。あ、今、あ、右手を叩きました。喫茶店でしょうか。女性が今男性に対して怒っているような表情。あ、今コーヒーを飲みました。ただうつむき加減の男性、頭を抱えている。別れ話なんでしょうか。カプチーノが全然減っていない。一方女性用のカプチーノほとんど空になっている。腕を組んで怒りを表現している。さあこの行方どうなるのか。今また右手を叩いた。もう一度叩いた。さあ、あーっと謝りました。ここで試合終了。試合してた。離婚成立。試合してたの。緊張した。悔しい。あ、これ笑っちゃダメだ。難しい。笑っちゃいます、ね、今これ別れ話してるんだなっていうのに気づくのがやっぱり時間かかる。いや、まさか別れ話の映像だと思いませんでした。本当に初別れ話実況をお送りしました。試合終了。実況歴何ヶ月ですか？1ヶ月でございます。1ヶ月ではありますが、はい、1ヶ月ではありますが、先輩方に鍛えていただいたので、はい、参ります。スタートラインには立ってるからね、もう実況アナウンサーの。そうですよね、はい、できないとは言えませんので頑張ります。あー、焼かれています、焼かれています。ジュージューと焼かれています。豚の肉が縦に長い。これは、あ、俗に言うサムギョプサルというやつですね。はい、いや、焦げた肉を、あ、焼き、いい焼き色のついた、焦げてないですよ、いい焼き色のついた豚肉、縦に長い豚肉を裏返しまして、あ、油がじゅわーっと垂れてきています。その豚肉をハサミで切りまして、産地に乗せました。そしてこの産地を、お、巻くのか、巻くのか、巻くのか、巻いたー、巻きました。産地、ここで美味しいサムギョプサルの出来上がりです。はい、縦に長いってない。あの、それは篠原から見て縦だよ。別に豚肉に縦とか横とかないから。すいません。豚肉自身も、あ、僕これ縦だなって思ってないから。あと焼いています、焼いています。いや、でも面白かった、正直。悔しかった。いやいやいや、あの、焦げてませんこれは。焦げてませんでした、すいません。狐色の焼き色を表現したかったんですが、はい、とっさのボキャブラリーが足りませんでした。あー、なるほど。はい、即興実況対決が終わりました。はい、判定をじゃあ早速聞いちゃいますか。そうですね。私、平松の実況の方が面白かったなと思う方、お願いします。おお、3秒いただきました。もう悔しい。ありがとうございます。いや、でもまだ分かりませんよ。まだ分からないんですか。まだ分かりません。続きまして、はい、後輩、はい、篠原くんの実況の方が面白かったなと思う方、挙手お願いします。
いや、それゼロでしょ。ゼロですね。いや、びっくりしない。まさかの。それゼロですよ。え、なんで追い打ちをかけてきたんですか。まさかゼロとは思わなかったな。いや、一目瞭然。この実況力に関しての対決、はい、初戦は私の勝利です。そうですね。はい、でもこれ負けました。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、それから高評価もどうぞよろしくお願いいたします。